どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデルを使いまして、いろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん、本日のテーマソングはこちらです。ドン、ベテルギウス、ユーリさんの、新しい曲で今のドラマの主題歌、スーパーリッチというドラマの主題歌になっているこの曲。もうなんか星にこうなぞらえたもうね、キラキラ素敵な曲。ちょっとやっぱりユーリさんならではの歌のね、この雰囲気ってあるじゃないですか。あれがですね、聴いてると心地がいいんですけど、やるとやっぱりちょっとね、簡単ではないんですけど、ぜひちょっとじっくりチャレンジしていきましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流、超シンプル、簡単バージョン、ゆっくりやります。初心者の方でもできると思います。後半はかっこいいバージョンです。こっちはですね、いろんなリズムを織り交ぜて、さらに、星空の感じがこう表現できるような感じ、かっこいいバージョンやります。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん、音楽始めましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。今ご覧くださっているガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで音楽私やってみたかったんだけど、チャンスがなかったですという方とか、楽器に挑戦したことあるんですけど、私もうヘタッピーでもう挫折しましたみたいな、そんな方が、あっという間にこのちっちゃいウクレレを弾いて歌う、弾き語りができるこのプログラムがあるんですよ。超簡単プログラムで、これ今ね、全世界中の方がこのガズレレのプログラムで何十万人も音楽始めてます。皆さんもきっとすぐできると思います。もうちょっとしたらこのプログラムのリンクをここに貼り付けておきます。ここでジャンプしてもらって、上から順番に YouTube 動画を見ながらウクレレ触ってるだけで、本当にあっという間に楽しく音楽ができるようになります。YouTube ですから完全無料ですけどね、今すぐ音楽始めましょう。さあ、それではそのプログラムのリンク、ここに貼り付けますよ。ここから始まります。いってらっしゃい、クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲がこのちっちゃいウクレレ1本で弾いて歌う弾き語りができるようにしているレッスン動画と課題曲、もうすでにね1700曲オーバーでございます。もうたっぷり曲が上がってますよ。ユーリさんの曲もね、いっぱい上がってます。最新の J-POP なんかちょっとここにね、まとまってるんでちょっと見てみてください。他にもいっぱいチャレンジしてください。それでは本日のテーマソング、ベテルギウス、ガズレレ流シンプル簡単バージョン、ゆっくりとやってみます。ワン、ツー。空にある何かを見つめてたら、それは失って君が教えてくれた。まるでそれは僕らみたいに寄り添ってる。それを泣いたり笑ったり繋いでゆく。何十回なぶつかり合って何十年何百年昔の光が星自身を忘れた頃に僕らに解いてる。僕ら見つけ合って頼り合って同じ空輝くのだって二人だって約束した。遥か遠く終わらないベテルギウス、誰かにつなぐ魔法。僕ら肩並べて取り合って進んでく。辛い時だって泣かないって誓っただろう。遥か遠く終わらないベテルギウス、君にも見えるだろう。祈りがどこまでいつまで生きられるか。不安になるたびに強がるんだ。大丈夫、僕が横にいるよ。見えない線をつなごう。僕ら見つけ合ってたり合って同じ空輝くだって二人だって約束した。遥か遠く終わらないベテルギウス、誰かにつなぐ魔法。僕ら肩並べてが遠く終わらないベテルギウス、君にも見えるだろう、祈りが君が教えてくれた。せーの。ゆうりさんのベテルギウス。いやー、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。これはですね、コードは簡単なんですけど、今聴いていただいて分かったように、やっぱ歌ですよね。歌がですね、もうゆうりさんならではのリズミカルな、その言葉のビート感もすごく聴いているところ。で、曲はゆったりしてるんですけど、言葉のリズム、歌のリズムがすごくシャキシャキしてるんで、そういうところがゆうりさんならではの魅力だと思うんですけど、この曲ももう本当にね、歌のね、タイミングと、メロディーラインとタイミングとリズム感。いや、これはよっぽどこう聞き込んでですね、自分のものにして、行きましょう、ゆっくりね。今も聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョン、ウクレレ練習用にさせていただいております。主に2番のパートを、ショートカットさせていただいております。私全部やりたいなという方、ちょっとね、練習して慣れてきたら、1番とコード進行一緒ですので、コードを書き出して2番の歌詞を書き加えて、オリジナルの楽譜を作成するというのもありだと思います。それちょっと慣れてきたらやってください。ひとまずは今のシンプル簡単バージョンに合わせて練習していきましょう。歌詞とコードが出てますので、画面に合わせて練習していただいて、1個目のゴール設定としては、ガズのシンプル簡単バージョンと一緒に合わせてできるようになったら、もう素晴らしいと思います。この曲やっぱ何回も言うけど、歌のね、タイミングとか結構ね、難しいんでね、ゆっくりチャレンジしてみてください。そしてガズのシンプル簡単バージョンの動画と合わせられるようになった方、おめでとうございます。どんどん次のステップ行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さんお一人だけで歌って、リズムを生み出して音楽を生み出す。これをやっていただきたいなと思うんですけど、でも最初から歌詞とコードを全部覚えるっていうのはなかなか難しいでしょうから、楽譜的なものを見て、それを見ながらね、だんだん自分の中に落とし込んでいって、本当に夜空の星に向かってこう、覚えちゃってね、いずれ演奏できるとかいうなると素敵だなと思うんですけど、楽譜練習がいいと思うんですよね。でも楽譜ってどこにあるんですかっていう話になると思うんですけど、安心してください。今の演奏はですね、ガズはこの手書きでね、今ノート書いてるんですよ。ちょっと、今お見せしようと思うんですけど、はい。こんな感じですね。ベテルギウスって書いてある。こういう風にこれを見ながら今演奏してきました。これね、もうちょっとしたらこんな風にでっかく写して、みんなもこんな風に書いたらいいじゃんっていう風にシェアしようと思うんですけど、今めっちゃいい便利なサービス始まってます。これ、ガズクラブです。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日のベテルギウス、ゆうりさんのベテルギウスを含む、ガズが今まで手書きで書きまくってきて、もう膨大なノート楽譜のストックのデータがあるんです。その中からね、皆さんこの曲いいな、これ面白そうと思った曲、毎月5曲、お手元にダウンロードしていただいて、もちろんこの楽譜全部 YouTube に完全連動ですからね、すぐにね、練習に入っていけるよという画期的なサービスなんです。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード以外にも、毎月2回、全世界中の方が参加してくださってくれる、ものすごい盛り上がるオンライン大セッションイベント、毎月2回ですよ、オンラインクラブメンバー限定で開催していたりですね、皆さんの演奏動画アップロードできる場所があったりとか、なんかそのガズクラブだけのいろいろイベントが、限定イベントがあったりとか、とにかくこれ一個の村みたいな感じで、音楽をいろんな形で楽しむの、いろんな老若男女集まって音楽をガズレレで楽しもうみたいな、そういうことになってます。これ楽譜のダウンロード以外にも一個のね、村づくりとして動いてますね。はい。これ概要欄にね、詳細貼っとくんでチェックしてください。それとはちょっと別なんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。このガズレレ大学はもう読んで字のごとく大学ですので、ちょっと難しいリズムのお勉強とか、このフレーズ、ここがちょっと難しいとか、8ビートのこの16ビートのこの指使いだとか、ここのフレーズのこの指とかコードとか、そういうことをね、毎週2回のライブ配信でチャットでやり取りしながらリアルタイムで、講義を行っていくという YouTube メンバーシッププログラムという、YouTube のサービスを使っているコミュニティがあります。これもね、なかなかこれはね、面白いですよ。こっちの方もね、概要欄に入って、貼っておきます。あとはね、他にもいろいろやってるんですけど、毎朝7時半からラジオ放送をやってます。スタンド FM というね、アプリの中でガズラジというラジオ放送をやってます。これめちゃくちゃいい話してますから、ぜひ皆さんこれ、無料でね、いつでもどこでも聞けて、アーカイブも残ってますんで、ぜひガズラジもですね、チェックお願いします。こっちも概要欄に貼っておきます。それでは、楽譜を見ていきましょう。ベテルギウス、ゆうりさんです。この曲はいきなり歌から始まるんですけど、このね、言葉のタイミングも今日何回もこの話をしてますけど、聞き込んでください。言葉のタイミング。このガズのノートの特徴は、この上に点があるでしょ。このちっちゃい点でリズムを測ってるっていうのが結構ポイントになると思います。はい。これ今こうやって写しとくんで一時停止でメモっていただくか、あとはね、さっき紹介してもらったガズクラブで、このノートのデータをダウンロードしていただくの、結構便利かなと思います。ご活用ぜひしてください。はい。ここ、いろいろ書いて伸ばすとかね、いろいろこう書いてあるんですけど、ここもラスト C とか、これどういう意味かっていうとですね、これね、曲の進行なんですけど、こう、1番の A メロやって B メロやって、こう、サビ行くじゃないですか。で、このブリッジパートっていうのをやって、で、またここでサビに戻るんですね。サビに戻ってきた後、一番最後にまたここ見てもらいたいんですけど、A の1、そしてここはまた戻ってくるんですけど、ここ最後に戻ってきた時は、ここのところが C で終わる。というようなことで、ここラスト C っていうふうに書いてあります。はい。2回ここ出てきて、2回目の一番最後の時は C だよということでございます。はい。じゃあ、ここ写しとくんで、一時停止でメモってください。ね、はい、じゃあここですね、サビ。これか、まあこうか、これ大丈夫かな。今大丈夫だね。サビね。このサビのメロディーがめっちゃ難しいんですよ。これはね、なかなか、サビのメロディー、見つけ合って、たぐり合って、早い上に音程の差がすごいんで、こうめちゃくちゃ歌難しいです。ここはね、ちょっとね、裏声を使いたかったんですけど、裏声をちょっと使うとね、ちょっとやっぱ難しい。ちょっといろいろ練習してみてください。はい。で、ここがね、本当はここから2番が始まるんですけど、そこをちょっとね、練習用ショートカットで、ブリッジパートにこうジャンプしてます。はい。ここがまたすごく印象的なメロディーが出てきますけど、ここで唯一ちょっとコード変わります。今のシンプル簡単バージョンは Dm に置き換えたんですけど、本来ここは A♯ というコードがすごく気持ちがいいんで、かっこいいバージョンではこのコードを押さえていきたいと思います。で、さっき言ったようにここまで来たら、今度サビをもう一回繰り返す。サビっていうのはここですね。で、サビなんですけど、この4行あるうちの前半2行は、ちょっとこう優しく弾いて、シンプル簡単バージョンを伸ばす。かっこいいバージョンはここガズベージョンで弾きます。で、またこの2行で盛り上がって、で、最後また A の1。ここに戻るんですね。この A の1の1行目。で、さっき言ったように C で終わるよという、そんな構成になっております。はい、じゃあ出てくるコードを見ていきましょう。この赤く囲ってるやつはさっき言ったここで出てくる A♯。これ今ちょっとひとまず隠しておきます。はい、今映ってる6個のコード。C、Am、F、Dm、G7、E7。この6個はですね、もう入門コードですよ、ガズレレでは。めちゃ簡単コード。この6個だけでこの曲、今のシンプル簡単バージョンできちゃうんです。素晴らしいですね。この6個のコード解説しておきましょう。これはね、ガズレレではね、もう入門コードのグループ、これなんです。ドン。ガズレレ必須コードです。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、このちっちゃいクレーで音楽始めたいなと思った方に一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のグループ。10個も覚えなきゃいけないのかと思うかもしれないんですけど、入門コードなんで1個ずつ見たらめちゃくちゃ簡単だけれど、10個いっぺんに覚えようと思ったら頭ごちゃごちゃになりますから、そこで私がめちゃくちゃ皆さんの頭にスースー覚えられちゃう、ものすごいいい動画を撮ってます。ここにリンク貼っておきます。ここ10個のこと覚えちゃってください。今日はそのうち6個が出てきます。はい。そしたらここからかっこいいバージョンの解説に入っていこうと思う。その前に、いつもね、このタイミングでちょっと皆さんにお伝えさせていただいているのはやっぱ歌ですね。この曲さっきも何回も言うように、もう音程のね、低いところから高いところまでの音程の標高差がまずすごいっていうのと、あと言葉のタイミングですね。あと普通のメロディーのラインも、やっぱりすごく、なんていうのかな、優里さんならではの、すごく心地がいいんですけど、自分で歌うとなるとこれはびっくりするぐらいこう、難易度が高いんですけど、やっぱそれが気持ちよく聞き込んでね、ムードでこう取り組むのがいいかなというふうに思います。でサビの見つけ合って、たぐり合って、ここの1音だけ高いっていうのはすごくやっぱ難しいんでね、そうちょっと練習をしていこうかなというふうに思います。まあ、そういうことを歌をしっかりこう把握して、かっこいいバージョンの練習に入っていくのがいいかなと思います。じゃあ、かっこいいバージョンの解説入っていきましょう。かっこいいバージョンではコード1個追加。はい。A♯ です。さっきのブリッジパートのところで1箇所出てくるだけなんですけど、このコード、A♯ はこことこことこことここ、こういうのを押さえるんですけど、初心者の人はこうやってここを押さえてちょいちょいがいいかなと思うんですよね。こんな響き。はい。これちょっとどっちにしろ押さえづらいんですけど、慣れている人だと1フレットを制覇といってグッと押さえちゃって、これ見て、ここに穴が開いて、こう握ってると押さえられませんよ。バレエとか制覇とか言いますけど、これを押さえて、ちょいちょいでもいいですね。A♯。はい。この響きが出せるとすごくかっこいいですね。ブリッジパート。はい。ちょっと押さえづらいコードなんですけれども、ちょっと挑戦してみてください。で、あとやっぱりこの曲はね、やっぱり弾き方。今日は2つのリズムでいきたいと思います。今日出てくるリズム。こちら、ドン。ガズベジオと16ビートのチャ。こちらの2つのリズムでいきたいと思います。今映ってる2つのリズムの解説、ここにリンク貼っておきます。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、それぞれの濃厚解説、レッスン動画がもうすでにアップロードされております。ガスペジオっていうのはこう、分散和音と言われるんだけど、ちょっとピアノっぽいイメージアルペジオよりちょっと迫力があって、ピアノのだんだんこんなイメージに近いんですけど、ちょっと迫力が欲しいアルペジオみたいな時によく使うんですけど、まさにこれ、前半の始まりの部分と A メロとか B メロと、途中でまた戻ってきたサビでもこのガスペジオを使っていこうと思います。これ難易度は弾くこと自体はそんな難しくはないんですけど、やっぱ感情を込めてリズムキープをしながら演奏するとなるとやっぱ慣れが必要だと思います。で、今日のメインのサビで使うリズムの16ビートのチャですけど、こっちはですね、難しいです。今日みたいにこう、ちょっとバラードタッチのゆったりしたのがまた難しくて、ちょっと演奏だけしてみるとサビでね、せーの、見つけて、した感じがちょっと難しい。で、この16ビートのチャっていうのはさっきの濃厚解説でも言ってますけど、力を入れてるとね、ガチャガチャになっちゃってね、スケール感はなんか悪いんですよね。もうゆったり気分で、体の力を抜いて、はい、しなやかにこう16ビートを奏でる。ガチャガチャね、忙しいイメージを持っちゃうとこれ大変なことになっちゃいます。はい、ゆったり落ち着いたこの曲に合うような16ビートのチャ、意識してやってみるといいと思います。ひとまず16ビートのチャはね、難度高いんで練習あるのみだと思います。ゆっくりものにしていきましょう。そしてこの曲なんですけど、ほんと弾き方でこう使い分けている他に、あとは伸ばすところとか止めるとかいうところはあるんですけど、特に決めとかもなくて、ほんとシンプル&ストレートに、歌が本当にこう中心にあるなという感じで、すごいそういうなんかイメージをすごく持ちました。なので、もう淡々とリズムキープをして、こうがっしりとリズム、こう歌の脇を固めるっていうようなイメージで、弾いていきましょう。体をやっぱ揺すってリズムキープするのが、大事だと思います。そしてね、まあもちろんのことなんですけども、歌詞の世界観とかその歌のメッセージをやっぱこう自分なりにこうイメージを膨らませて、その映像を頭の中に浮かべながら、こうリズムに乗せてこの曲を歌っていく。こういうね、音楽のあり方が最高かなと思いますんで、はい、やってみてください。それでは行きましょう。ゆうりさんのベテルギウス、ガズレー流かっこいいバージョン、やってみる。ワン、ツー、スリー。空にある何かを見つめてたら、それは星だって君が教えてくれた。まるでそれは僕らみたいに寄り添う。それを泣いたり笑ったり繋いでゆく。何十回何百回ぶつかり合って、何十年何百年昔の光が星自身を忘れた頃に僕らへ届いてる。僕ら見つけ合って手繰り合って同じ空輝くのだって、二人だって約束した遥か遠く終わらないベテルギウス、誰かに繋ぐ魔法。僕ら肩並べて取り合って進んでく。辛い時だって泣かないって誓っただろう。遥か遠く終わらないベテルギウス、君にも見えるんだろう。祈りが見えるだろう。祈るくれた。せーの。ゆうりさんのベテルギウスガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。いやこれ難しいですけどかっこよくてちょっと気持ちがいいですね。これゆったりしたリズムに乗せてこう星空思い浮かべながら夜とかねいいかもしれません。それこそ今ね夜空綺麗な時期になりましたから、はい、じっくり取り組んで心込めて歌っていきましょう。そしてお知らせです、皆さん、スマホとかタブレット持ってる方これ入ってますか？ガズレレでリリースしているアプリがあるんです。ガズレシピというアプリ、これがめちゃくちゃ便利な楽譜が見られるサイトなんですけど、すっごい見やすい楽譜で簡単バージョンとかっこいいバージョン両方の表記があって、あとメトロノーム機能とか、あとね画面が自動スクロールしたりとかすごく多機能な、アプリになってるんですよ。これにですね新たな楽曲が40曲追加されましたよというお知らせでございます。今すぐにですね皆さんスマホとかタブレットにこのガズレシピ、検索していただいて、インストールお願いいたします。これ楽しいアプリになってます。無料版ですけど中でいろいろ有料の楽譜を変えたりすることになって無料版がありますんでね、ひとまずはダウンロードとかインストールをお願いします。そしてこの、アプリで使用している楽譜がなんと本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございまして、この後紹介するリットミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけどガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンの両方の表記があるっていうところがちょっと特徴的でございます。これをですねもう大絶賛 Amazon でご購入いただけるような状態になってますので、ちょっと Amazon 内でガズレシピと検索してみてください。そしてガズレレではですね日本の最大の楽譜出版会社リットミュージック社さんよりこういうね楽譜、簡単楽譜の、出版をしております。今4冊出てるんですけど、これがものすごいベストセラーになってまして、ありがとうございます。この4冊で累計16万部を超える、すごくヒット商品になってるんですけど、やっぱり、ね、簡単でとにかくわかりやすいっていうのが特徴です。この本はですね、もう大型書店さんとか楽器店さん、もちろんインターネット書店さん、Amazon とか楽天ブックスさんとかもう置いてあります。これは本当におすすめですね。初心者さんはまずはこれを、ゲットして練習していただくのがいいと思います。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイドだったり、これついてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴も50年以上の大ベテランが作って手作り物だとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、このガズレレのホームページ見ていただくと大体のことわかると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね毎月後半にね予約注文とか受け付けて、またそれもね YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛りガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけどやる方がもっと最高。ガズレレ YouTube チャンネルと最近ではね鍵盤楽器ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめっちゃ面白いんで、これもねガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さんさよなら。